皆さんこんにちは、マネルギルビジです。では今回は信長の予防大使パッキーとキリンが来る2、続きやっていきたいと思います。秀吉との戦い、続けているんですけども、まず軍を、いくつかに分けていまして、このまま進軍を進めていこうというところになりますので、自分を進めながらですね、進軍経路を説明させていただきたいと思います。では時間を進めていきます。まずですね、一帯はやっぱり秀吉の中国地方における拠点、姫路城、ここをやっぱり攻略しておかないと、この先秀吉との戦いが長引くであろうということからですね、まず秀吉の本拠地姫路城を攻略しにかかりますという話をしつつ、表情始まりましたので、先に表情をやっていきましょう。対面はどうしても死ぬ対面と、あとですね、そうだな、やっぱり軍事でいこうかな。お、菊丸こと岡村さんが光り輝いている。あとはですね、そしたら、農業も欲しいし、バランスよく、外交も欲しいので、この3名、いろは太夫、あとは秀光、さらに岡村さん。岡村さんってもう言っちゃってますけど、岡村さんにしましょう。これにて表情を終える。で、行動増加がちょっと足りないか。外交、まあ論議ですかね。ちょっと足りなくて外交が欲しかったんですけど、外交が入らないのであれば、そうだな。合戦系をちょっと見ときますか。合戦系。今欲しいのは、これっていうのは特にないので、一旦止め置きましょう。で、次のと欲しい時にね、欲しいものをタイムリーに入れられるように、ちょっと支度力は今回は貯めておきましょうか。は。で、農業をやって、あとですね、ちょっと心配なところで言うと、大垣城。ここがね、敵国と接しているといえば接しているというところにはなるので、ここはちょっと、また準権所かと、お前はという話なんですけども、ちょっと準権所を立てて防御力を高めておきましょう。では、またここで時間を進めていきます。その前に、ちょっと配属をしておかなきゃいけないところがあります。2機場だね。2機場には、そうだな、ある程度、使えてくれた長さのある人がいいんですが、誰もいない。そしたら竹部山から菊丸を出しますか。菊丸に最前線を立てる。で、いいかな。はい、時間を進めます。北条が宇都宮を滅ぼしましたというニュースです。で、もう一体がですね、この杉城、ここにですね、6000の軍を送っています。なので、二正面作戦になってますよね、今。もっと秀吉が、ここで大盤振る舞いか。そうだね。大盤振る舞い、結構強力が、対面なんですよね。で、ここで、秀吉本体との決戦になりますね。大盤振る舞い発動中の秀吉、その数5200。一方我々、光秀隊は6700ですね。ここを確実に、余裕を持った形で勝利したいんだろうな。さあ秀吉どうする？まず罠を張りましょう。しっかり。うわー、結構微妙な感じだな。ただこっちの方がまさに天王山というか、上を取ってはいるので、有利ではあるかなとは思います。いろんな意味で。鉄砲隊がいるのか。鉄砲隊がいるいないでも、ちょっと戦い方変わってくるかな。我に続け。一体だけか。この鉄砲隊はうまく配置したいな。ゲチを。始めるぞ、ゲチを。天王山の戦いというわけではないんですけども、我々がね、上に陣取っているというのがあるんで、山の上に、ね、でここは山の上から敵を攻撃するという通り通りの戦いをしていきましょう。手を打ちましょう。
始めるぞ。みんな力を合わせよ。敵の居所知れましたか。官兵隊ご命令ください。一旦手を打ちましょう。引き付けの体制に始めよう。ご命令ください。そして鉄砲隊がまず射撃を始めるぞ。東道高虎隊がいるな。それ手を打ちましょう。まあ、我々が山の上にいる以上、丘の上にいる以上、有利な体勢にあるというのは間違いはないので、この有利な状況を生かしていきます。知れましたか。横槍を入れよ。やりたい前。敵の色動いてきた。知れましたな。一気に動いてきたな。秀吉はどこにいる。秀吉はここにいるな。ゲチよ、始めるぞ。始めるぞ。これほどとは。今が好機。隙を見せたな。さあ、山の上にいる我々がここまで有利に来ています。まずはここ麒麟発動しておきましょう。修羅となりて敵を焼き尽くさん。ここで敵が本陣切り込み。敵の場所がわからないからな。敵が本陣切り込みを出してくるのであれば舞台を、いやー、下げるのはもったいないか。下げるのはもったいないが、どうだろう。ちょっとここは難しく判断。敵が本陣に来るのであれば、光秀はあえて下げて、敵を奥深くまで入れてしまうというのも一つの手かなと思うんですけど、そうした場合、鉄砲隊の出兵をうまく出さないっていうのがあるし、始めよ。ご命令。ところがここは本陣切り込みが来るのであれば、光秀は下げましょう、やっぱり。やりたい前へ。油断したな。切り込み隊を撃破してしまえばいいだけの話。ご命令始めるぞ。ご命令ください。ご命令覚悟せよ。横槍を入れ。足軽隊前へ。よし、秀吉の場所が分かりましたね。秀吉が9000で、900でここに出ました。ゲチよ、滝のめせ。覚悟せよ。で、思ったより光秀の方の敵は強襲をかけてこないので、光秀の部隊を再び前線に出します。覚悟してもらおう。で、敵が迂回してくる感があるのであれば、ここは迂回にさせないという形で微妙に動かしておきます。ゲチを始めるぞ。横槍を入れよ。やりたい前。やりたい。光秀が遊びの兵になっちゃってるので、ここは光秀を前線に。修羅となりて敵を焼き尽くさん。やりたい前。隙を見せたな。そして敵の一体は壊滅。さらに官兵隊も壊滅。これで、まあ、いわゆる部隊数では5分になりました。で、かつ、もうすでに浮田秀家隊を壊滅できるので、浮田隊を壊滅させましょう。で、浮田隊を壊滅させつつですね、我々の方はというと、一気に秀吉の本陣を目指します。さあ、行こうぜ。一旦引こう。よし、これで浮田隊を壊滅させたので、残った部隊で秀吉の本陣を狙います。秀吉はただ大返しを持ってるはずなんで、大返しがね、かなり強力なんですよね。ここはちょっと乱戦になりそうなので、一旦ちょっと警戒して覚悟してもらおう。立て直すという意味でも、秀吉の本陣の突撃をやめて一度山の上に戻りましょう。それほどとは。まさか我らが。叩き潰せ。開発した部隊が出ちゃう。やりたい前。覚悟せよ。
敵の居所知れましたね。それほどと残りの数を考えた場合、光秀がやられると危ないので、光秀をまず下げましょう。手を打ちましょう。で、利光の部隊と、覚悟しろ、始めるぜ、めるぞ、ひろこさんで光秀を守りつつ、秀吉隊の壊滅を目指します。哀れな弱き者に死をもって報い、手を打ちましょう。引くぞ、引くぞ、やりたい、前へ。ここを確実に勝ちたいので、罠まで敵を引き込む。始めるぞ。いかんだ。三井ではもう最高峰まで下げましょう。手を打ちましょう。三井で台が壊滅するとそれが終わってしまう。踏ん張れ。力負けするとはね。足軽隊、踏ん張れ。始めるぞ。やりたい、前へ。油断したな。始めるぞ。横槍を入れよ。やりたい、前へ。もしもこの秀吉隊の壊滅を狙えば、敵の居所知れました。足軽隊、前へ。いやー、この点の敗戦だな。やりたい、おい。哀れな弱き者に死をもって報い、手を打ちましょう。敵の居所が分かりましたな。いやー、泥仕合だけど、なんとかなりそうだな。始めるぞ。隙を見せたな。いやー、もう本当に秀吉とのやりたい前へ。激戦だな。いかん。敵の兵残り20、味方206。これじゃあ姫路城取れないよね。やりたい前へ。生殺与奪、ま、敵の武将で一人でも捕らえられれば処刑していこうと思ったんだが、官兵衛を捕らえた。官兵衛を死んでもらおう。さらばだ官兵衛。お、手敷き両サベを手に入れた。手敷き両サベは信長から拝領した妖刀ですかね。ちょっともう記憶が曖昧になってしまってるんで、間違ってれば残していただければと思うんですけども、秀吉の中国地方を計略の時に、まあ、官兵衛が秀吉に協力するんですけども、その時の、まあ、赤松家、まあ、当時官兵衛が使われていた赤松家がね、信長側につきますよという、申し入れをしに行った時にですね、気を良くした報告します。信長から拝領した刀ですね。ゲチ、では、先にですね、やることやっちゃいましょう。ああ、あと三井秀隊はもう騎乗だ、騎乗。まずはいつもの通り進出をします。かしこまりました。で、お金があまり余裕がないので、今回で建築はちょっとやめておいて、秀吉の軍をどう潰すかとか、浮田隊がまだそれなりに兵数抱えているので、ちょっとね、このままゴリ押すっていうわけにもいかないんですよね。まあ一つでも二つでも城は取っておきたいなと思います。強行18日、いやー、強行18日だ。ちょっとでも早く城を落としたい。よし、この隅城が取った。この戦、我らの勝ちですね。捕獲した武将、真下長盛、死んでもらおう。真下長盛、さすがに、内政値93、外政93は強いですね。無念。まあ、ただその
後の五奉行の一人、増田長盛の褒美作。じゃ続いて武田城に行きましょう。はい、清正か。清正の守る武田城。細川沖本が柴田に寝返ったか。これ柴田の動きが危ないな。勝家が攻撃を仕掛けてくる可能性がありますね。ここが強行60日。60日にかかるの。そうだな。報告します。結構、先月の終始時間かかりますね。何、勝家が大垣城を狙っている？名武。いやー、困りましたね。そしたら、まず勝家との戦いに備えて大垣城の防衛力を高める必要があるので、ちょっと時間進めちゃったのがまずかったな。まずは秀吉と一計を案じておきたい。あと同盟締結しておこう。阿部浩二とはね。かしこまりました。雑賀が滅ぼされて鈴木が秀吉に組み込まれている以上、厳しいよね。これ以上で一気、これは当然だね。戦が長引きすぎているので、報告します。まあ、先月の終始です。不満が爆発しているっていう形だと思う。これより表情を始める。まあ、前回と同じ対名君子でいきましょう。いや、ロンギが欲しかったからロンギ買いますね。で、ロンギが入っていて、バランスを見ながら選んでいきます。これにて表情を終える。で、栄光度増加。で、労役追加。ここはやっておきましょう。さて、お金の使い道ですが、まずは、進出、忘れないうちにね、しっかりやっておきます。で、あとは、武将の配属ですね。これもね、忘れておくと、ひどい目に遭うので。山崎に優才。優才か、願いられると厄介だから、ここは、優才はやめて、利光を派遣しておこう。五将には。うん、五将から。かしこまりました。これで、一応、配属は完了かな。大野議場に武将がいない状態になっているので、大垣城に松井策で2人を入れます。はさらに護衛、護衛は大垣城。ここを敵が攻め寄せてくる可能性は高い。かしこまりました。ここ で, すか、ね、で、あとさらにですね、まあ、危険な大垣城最前線なん でここは設備を追加しよう。そうだなぁ、まあ、櫓をちょっと追加しておきますか。まあもちろん勝家と戦いにならないのがベストなんで、なんとかね勝家とは仲良くしておきたい。よし、武田城の本丸を落とした。我らの勝ちですね。岩山さんだけ、まあ、バランスは悪くないですけどね、岩山。残りは全員処刑する。無念だ。で、どうする？一度イロハ太夫は騎乗させて、勝家に備えましょう。勝家が襲ってくる可能性がある。まあでもこれで秀吉はだいぶ中国地方での勢力を失ったと言えると思いますし、まあこれでね、大垣城を抑えておけば、まあ、勝家に備えることもできるということで、一旦、まあ目標としていた序盤の戦いは有利に進められたのかなと思う。で、この後、毛利が再び動き出したタイミングを見てですね、中国地方に残った残りの秀吉の軍、これを潰していきたいというふうに思います。で、あとですね、外交、そうだな、
できるところは該当するといきたいんですが、まず毛利とは交渉しておく。同盟の締結24分です、さらに長宗我部とも同盟締結。かしこまりました。姉小路とは同盟に住んでるので、このままでやって、これで四国と、まあ、毛利、ここを押さえておけばいいかな。できればね、浮田を毛利が抑え込んでくれれば、我々、明智軍は機内の方に来ると集中できるので、それが一番理想的な展開ですから、はい。では一旦これくらいにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。